それでは最後に再び森下佳奈さんにご登場いただきまして、素晴らしいビオラの演奏を披露していただきます。神道でしょ。それだけでも来るっていうのは、まあ、なんていうか日本人っていろんな宗教にこうなるからですね、どれがいいか分かりませんけども、なんとなくそんなのにこだわりなく来てもいいのかなと思って、やっぱりなんていうんですかね、あのこれ人間って弱いじゃないですか、ね、何かにやっぱり頼りたいっていうのもあるじゃないですか、人じゃなくて見えないものに、それじゃないかなと思うんですけどね。
めました宮崎武史から皆様にお礼のご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは、宮崎でございます。本日は本当に多くの方ありがとうございます。まあ挨拶とスカートの丈は短い方がいいんですが、思いの丈いっぱいありますので、ちょっと長めに寄せられます。小坂さんと今回の話があったときに3つのことにこだわりたいと、1つは何回でも続けていけるようなイベントに育てないなと、もう1つが、Facebook 以外から多くの方に来てほしい、どうしても情報は偏ってしまいます。でもここがですね、きっちりとお題をいただこうと。やはりムガラさんにしろカランさんにしろプロフェッショナルです。その方を長崎にお呼びしてこういった時間を取ってもらう、そのためにお金がやっぱかかるんですよ。で、情報を取るにはやっぱお金が必要っていうことを僕ら自身が表現していかないと長く続かないだろうという話をしてました。結果ですね、こんなに多くの方が来ているので、もしかしたら新しい一つのことをね、考えるきっかけになったんじゃないかなと思っております。もともと長崎、異文化、異宗教、異国のものが入る土地です。好奇心と行動があることによって、アンチエイジングにもなりますし、新しい何かが始まるんじゃないか、そう思った夜でございます。本当に今日はありがとうございました。それでは改めて本日のスペシャルゲストの講演者、馬湯ムガールさん、そして小坂達也さんにご登場いただきたいと思います。そして素晴らしい演奏をしていただきましたカランさん、どうぞご登場ください。改めて皆様、盛大な拍手をお送りください。本日はまた新しい出会いがありました。それではここで会場の皆様方とご一緒に記念の写真を撮影させていただきたいと思います。ご都合の悪い方は恐れ入りますが、後方の方にご移動ください。それでは皆様、どうぞステージの中央の方にお集まりください。そのままでいいです。お願いします。はい、チーズ。 OK です。はい、どうもありがとうございます。